写真拡大。相手の隙を見逃さず一気に畳みかけた。習志野は一回、先頭の竹縄が失策で出塁すると、一進二塁で根本が敵地打を放ち、6球で先制。さらに高橋宮城、角田角田の敵地三塁打など、打者11人の攻撃で大量7点。根本は、大舞台でこういう攻撃ができたことは自信になると胸を張った。1回は相手の3失策が絡んだため、投手の自責点は0でも7得点を奪う珍現象。習志野の小林監督は、もらったチャンスだったが、うまく流れに乗れた。攻撃のテンポが良かったとナインを称えた。試合を通じ、チームの三振は2個だけ。高球必打の積極性を物語る。1回に敵地三塁打を放った角田は調子が上がらず、公式戦で初めて打順が9番に下がったが、指揮官から調子が悪い時は開き直っていけと声をかけられ、その言葉通りにバットを振った。10年ぶりの選抜出場でチームを勢いづける積極攻撃。2回戦は1回戦で17奪三振の奥川を要する星稜との対戦となるが、うちにはスーパースターがいない分、明るく元気に戦いたいと根本。優勝候補を相手にも臆することはない。丸山和郎。